帰り。お前ベベルで会ったよ、覚えてる？ああけどあれが最初じゃないよね。君のことを前から知ってる。ちょっとずっと昔から。俺も知ってるような気がする。ここは変なこと言うな、君の家だろ。どうしちまってんだよ。おい、ねえ起きてってば。もしかして全部夢だろ。当たり。夢ざけんなっての。夢なんか見てる暇ないんだからさ。違うよ、君は夢を見てるんじゃない、君が夢なんだ。あ？なんだよそれ。大きな戦争があった。ああ機械の。うん、ザナルカンドとベベルが戦ったんだ。初めから勝負はついてた。ベベルの軍隊はみんな機械で、ザナルカンドの召喚士たちはバタバタやられちゃったよ。ザナルカンドは滅びるしかなかったんだ。だから姿だけでも残そうとしたんだよ。何したんだよ。生き残った召喚士とそれに町の人たちもみんな祈り子になったんだ、召喚するためにさ。召喚って神？違うよ、ここだよ、眠らない町ザナルカンド。ああ、祈り子たちの夢を束ねて町の思い出を召喚したんだ。一つ一つの建物だとか町に住んでた人とかね。人ってそれも夢かよ。俺も君は祈り子たちの夢、君のお父さんもお母さんもみんなみんな祈り子たちの夢が消えたら。やめろよ、夢でも何でもいいよ、俺を消すな。ずっと夢を見ててなんだか疲れちゃった。ねえ、君と君のお父さんなら僕たちを眠らせてくれるかな。君とお父さんは真に触れた。スピラを巡る死の螺旋、その中心にいる真にね。わけわかんねえよ。君たちはもうただの夢じゃない。お願い目を開けて。もう少し走ってみせてよ。君は夢を終わらせる夢に慣れるかもしれない。大丈夫？
よかった。もう、すんごく心配したんだから。大丈夫？どうしたの？なんでもないよ。気失って夢見てた。みんなに呼ばれて目が覚めた。よっ。よく寝たし、気力回復。じゃあ、行くっす。出番か。
たちの出番だな。水中で何が起きたの？3人だけで切り抜けてもらうしかないわ。危なくなったらすぐ引き返して。お無理しないでね。
Thank you.
常に壊りたいものだ。Bye.
魔力の糧になる。そろそろ来るはずだ。召喚士の力を試すために、奴は魔物を払った。誰がですか？ユーナ・レスカ。ユーナ・レスカ様？ザナルカンドで強い召喚士を待っている。生きていらっしゃる。マイカやシーモアと同じだ。そうですか。おじけづいたか？いいえ、もう何も怖くないんです。ブラスカの娘だ。最後までそうありたいと思っています。We'll be right back.
休む必要はない。あと一息で山頂だ。あとちょっとだから休みたいんだってば。考える時間少ししかないんだもん。リュック、いいよ、歩きながら考えるから。おい、どうした？行こうぜ。本当にもうすぐなんだよな。とうとうここまで来ちまったな。何がおかしいんだよ。昔の俺と同じだ。え？あの時ザナルカンドに近づくほど俺も揺れた。たどり着いたらブラスカは究極召喚を得て
真と戦い、真、旅の始めから覚悟していたはずだったが、いざその時が迫ると怖くなってな。なんつうか意外です。伝説のガードでも迷ったりするなんて。何が伝説なものか。あの頃の俺はただの若造だ。ちょうどお前ぐらいの年だったな。何かを変えたいと願ってはいたが、結局は何もできなかった。それが俺の物語だ。前に滅んだ年、この目で確かめたいと思っていた町、ユーナの旅の目的地、俺の物語最終章なのか。いろんな思いが浮かんでは消えていった。言葉にならずに通り過ぎていった。みんな本当にいいの？あそこに着いたらユーナンは気持ちはとても嬉しいんだ。でもね、もう引き返さない。引き返せなんて言わないよ。でも考えようよ、ユーナ助かる方法考えようよ。考えたら迷うかもしれないから。ユーナありがとう、リュック。大好きだよ。嫌だよ、ユーナ。そんなこと言っちゃ嫌だよ。シドさんに、よろしく。嫌だよ。自分でいいなよ。お願い。そんなこと言わないでよ。もう会えなくなるみたいで嫌だよ。キマリ、行こう。から聞きました。私をベベルから連れ出せという父さんの言葉、キマリに伝えたのはアーロンさんですよね。いつかお会いしたいと思っていました。お会いできて嬉しいです。ガードまで務めていただいて、どうお礼をしたらいいのか。いいえ、お礼はシンを倒すこと。そうですよね。はい、
私はシンを倒します。みんながこれを見る頃にはシンはもういないでしょう。それに私もだから今のうちに言っておきます。アーロンさん、ありがとうございます。決まり初めて会った日のこと覚えてる？私が7つの時だよ。父さんがシンを倒してベベルは大騒ぎでね、みんなが父さんを褒めたたえて自分のことみたいに嬉しかった。でも夜になって思ったんだ。シンを倒したけど父さん死んじゃったんだ。私一人ぼっちなんだって。眠れなくてそのまま町に出てお祭り騒ぎを抜けてベベルの長い橋に立って一人で眺めてた。父さんを見送った橋から父さんが戦った平原を。そしたらキマリが現れたんだ。ブラスカの娘を探しているって言ったでしょ。最初は怖かった。でもすぐに分かったよ、優しい人なんだって子供と話すの慣れてなかったんだよね。私がブラスカの娘ですって答えたらベベルから一番遠いところへ私を連れていくって。これは死にゆく者の願いだって。私泣いちゃったよね。あれはね、父さんが死んだんだって、もう会えないんだって分かったから。キマリ何も言わずに抱きしめてくれた。リサイドについてからも私泣いたっけ。私を寺院に預けたらキマリ村を出ようとしたじゃない。行かないでってしがみついて泣いた。あれからずっとそばにいてくれて。キマリ本当にありがとう。折れた角好きだよ、ワッカさん。ルール、リサイドで暮らした日々ずっと忘れない。チャップさんと三人でよく遊んでくれた。だから私いつも元気でいられたよ。召喚士になるって言った時あんなに反対してたのにごめんなさい。いつか謝ろうと思ってた。でもね、反対された時とても嬉しかったんだ。私のこと心配してくれてるんだなって。本当に兄さんと姉さんができたみたいだった。ううん、本当の兄さんと姉さんだと思ってる変かな。ブリッツをしているワッカさん好き。おこりんぼのルールどんなに叱られても好き。それから新入りガードくん、ザナルカンド・エイブスのエース。君は君が君と会えてよかった。まだ会ってからそんなに経ってないけど不思議、こういうものなのかって思った。それは想像してたよりとっても素敵な気持ちで、素敵だけど辛いよ。なんだろううまく言えないや。とにかく会えてよかった
から辛いのかな。君と別れる時のことを考えると怖いよ。なんか変だな。ここ取り直しっす。何してるっすか。最後かもしれないだろう。だから全部話しておきたいんだ。